クイズで学ぶプロジェクトマネジメント第7問、問題文は映像を停止して読み進んでください。ではスタートします。かなり長い問題文になってしまいました。早速、解説に移りたいと思います。受注の場合ですね、発注者が発行する RFP リクエストフォープロポーザルと受注候補、何人か受注候補が何社か受注候補がありますけれども返答するプロポーザルのやり取りっていうのが行われますね。で通常 RFP にプロジェクト作業範囲記述書相当の内容が書かれているんですね。で不明点があれば質問したりして明確にしプロポーザルを返します。また受注した場合は契約書あるいはアグリーメントなどと言っておりますけれどもにも書かれています。とにかく受注しろの声が大きくなるとこのプロセスがおざなりになり後々痛い目に遭いますよ。ここでちょっとプロジェクト作業範囲記述書というのはどういうものか見ておきたいと思います。プロジェクト総と言ったりしますね。ステートメント・オブ・ワーク。プロジェクトが提供するプロダクトやサービス、所産を記述した文書である。そこにはビジネスニーズ、ビジネス上の必要性、プロジェクトを実施したい目的、成果物スコープ記述書、何を作るのか。を定義したもの、要件定義のようなものですね。この時点では細かい要件定義っていうのは無理でしょうね。それから、戦略計画、組織の戦略とプロジェクトの整合性などが書かれているものをプロジェクト作業範囲記述書と言います。で、これは誰が発行するのかっていう問題ですね。でプロジェクトは組織内部の場合プロジェクトイニシエーターやプロジェクトスポンサーが提供します。プロジェクトは組織外部の場合ですね。で入札文書や契約書の一部として発注者から受け取るというものですね。はい、前に戻りましょう。で問題文の中ではまだ受注した直後の話ですからこれは PM のあなたは堂々と A 社に作って提供してもらうっていう行動を取るべきですね。発注者側が本来提供すべきものなのですから。はい。ということでですね正解は A 社に作って提供してもらうというのが正解になります。